筆石。筆石、筆石、グラプトライトは、種として、カンブリア期中期から石炭紀前期にかけて生息した動物群である。初期の筆石であるは、カンブリア期中期の生物である。学名はギリシア語で、書くものを意味する、岩を意味するから付けられた。その名の通り、岩の表面に見えている筆石の化石は、標語文字のような形をしている。 分類学者のカール・フォンリンでは筆石を本物の化石以上に化石に似ている模様と呼び生命の化石ではないと考えていた。筆石をヒドロムシズナの生物と考える学者もいる。しかし近年では翼エラズナに近い生物と考えられている。筆石の存在は古くから知られていたが当初は生物ではなく石の一形体と考えられていた。そのため グラプトライトと鉱石のような名が付けられている。1735年、リンネはこれを無生物の可能性が高いとしながらも、と学名を付けて属として扱った。リンネは1768年、著書、自然の体系の第十二巻の中での2種を再録し、植物のようでもあり、筆し、無生物のようでもあると解説している。リンネは1751年に出版した。 スコーネ機構の中でも奇妙な化石、あるいは筆子について言及している。リンネが見つけたものは現在ではに属する筆子と考えられている。後の研究者は、これと類似した生物の一群を呼ぶのにの名を用いた。が正式に廃止されたのは1954年の国際動物命名規約においてであり、その理由はが、元が無生物を指すための用語だったためだった。 1970年代になって、電子顕微鏡が発達し、筆石は、翼エラズナに近い生物であり、反作動物に属する特殊な生物と考えられるようになった。翼エラズナには、原尊種もおり、エラフサカツギ族20種、エラナシフサカツギ族8種が知られている。エラフサカツギ族は1882年に、初めて発見された。筆石の化石は、 世界各地で見られる。進化の速度が速く、種類も多かったため、地質時代を知るのに使われることが多い。そのため古生代の始純化石として重要であり、例えばイギリスのオルドビスキからシルルキまでの地層を百万年単位で判別することができる。オルドビスキの終わりの氷河期に筆石の大部分が絶滅し、シルルキの筆石はその生き残りの一、二種から進化したものである。 また、筆石の化石から、その地層ができた水深と水温を推定することも、できる。筆石は群生していることが多く、と呼ばれている。そのコロニーは、と呼ばれる個体から始まっており、そこに、茎と呼ばれる、別の個体が連なっている。一つ一つの個体は、と呼ばれる管、あるいは商用器の、ような形をしている。このコロニーの分岐や、配列の具合が、 筆石の種類を見分ける重要な手がかりとなる。樹木が生い茂るような、あるいは枝分かれが多いタイプの化石のほとんどは、目に分類されるデンドロイド筆石である。カンブリア紀に登場し、推定に根のようなものでくっついているタイプだ。枝分かれが少ない目は、オルドビス紀の初めに登場して、円用の海面を自由に漂っていたか、あるいは海藻などに巻きついていた。 目の形態は非常に時代にあっており、デボン期初期に滅びるまでは動物性プランクトンとして栄えたものの一つだった。レンドロイド筆シは石炭期初期まで生き残った。筆シの化石はケツガンやデーガンなどの体積岩のうち他の海洋生物が少ない地層で見つかることが多い。つまり深海の酸素が少ないところに沈殿し、そこに 他の沈殿物が積み重なってできた場合、良い保存状態で見つかる。筆石は石灰岩やチャートの中で見つかることもあるが、これらの岩石ができる条件の場所には、他の生物が多く住んでおり、沈殿した筆石の死骸も食べられてしまうため、見つかった例は少ない。筆石の化石は岩の間に挟まって潰れた状態で見つかることもある。 特に高鉄鋼に挟まれていることが多い。この場合、元の立体状態での姿を推定することが可能になる。その分岐の様子は、ノコギリ尋常、あるいは音差状であることが多い。これらの化石は植物と間違えられることも多い。極まれに岩の表面に炭素の膜として見つかることがあり、これに斜めから光を当てると光る模様として観察できる。 イギリスでは、アベレーディ海岸、ディフェドなどのウェールズ地方のオルドビスキの地層でよく、見つかる。バルマン、1970、インタイシャーット、C、トリートスオンインバータブロットペイリアントラジー、パート V、グラッペトリシーナ、ウィズセクションスオンエンターニュースターテレブランキーア、ジョバロジェクル、ソサイティーオブアメリカユニバーシティーオブカンザスプレス、ボールダー、コロラドローレンス、 カンザス、クシー 163pp 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。